い、皆様こんにちは、ボンバーモンセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではモンセ国の話となり、あくまでもフィクションとしてお楽しみください。はい、今日なんですけれども、まあ天皇陛下が今64歳、来年の2月でまあ65歳になります。で、エーミアが65歳定年説もうこういうなんかね、くだらないことをまあ思いついたらしく、なので今日はまあその天皇陛下がまあ来年の2月、ここ2月のところなんだけど、で2月で65歳になります。それ以降もまあ天皇陛下でいらっしゃるかどうかというのを、まあ今日は YouTube ではそのこう2月以降の流れもこう月単位でこう見ていこうと思っていて、でオンラインサロンの方ではじゃあ65歳になったその後の流れ、こう年単位でじゃあいつぐらいまで例えば令和が続くのかということを深掘りしていきたいと思います。さて、じゃあ続いて、はい、紹介していきます。じゃあまあね、来年62月以降65歳になった天皇陛下がそれ以降もね、月の単位で見ていくんですけれども、無事天皇陛下でいることができるのか。じゃあ行きましょう。まず中心のカード。さて、子供を、子供みたいなね。はい、そして魚。はい、お魚。ここは仕事のカードです。で、鳥。ねえ、ちょっと棺。うん、棺桶。クマ、開いた本、よいしょ、怒り、男性のカード、うん、これ天皇陛下かな。まあ正位置に向けます。はい、そしてね、来年の2月太陽、フォックス、敵、手紙、フォックス、また敵だね。スパイとか、1月リング。さあ、あと1枚ずつ出していきます。子供と夫と鎌が出たね。なんかこうちょっとこうラブさんも心配じゃないですかね。え、今天皇陛下のことを見てるんだけど、ね、ちょっと気になるね。はい、そして魚とワンちゃん、鳥と山、なんか隠居とかになったら嫌だ。嫌だって私が言ってもね、なんかこれ距離っていう意味もあるんですよね。なんかこう遠くから声が聞こえるとか嫌じゃないですかね。はい、ここが棺桶と木、熊とライダー、本と家、まあこれ実家っていうね意味もあるし、怒りと、これもまあキーね、キー、ここはまあ収入のところです。
そして男性のカードと太陽。いやーここさーみたいな、ごめんなさい、ここの3番目の部屋、ここってこう兄弟とかを表すんだよね。そこにさ、こうね、男の兄弟に太陽で、なんかこういう見方は嫌だなって今思いながら思いました。コミュニケーション、そうね。じゃあちょっと行きます。はい、ここのね、来年の2月太陽が出たんだけど、太陽とワンちゃん、うん、フォックスと鳥、手紙と、お、女性、これは雅子様でしょうかね。えなんかこうかな、これが天皇陛下で、例えばね、でラブ様で、例えば、うん、雅子様、皇后雅子様かな。うん、ちょっと行きますね。こうで、はい、おっと出たよ、フォックスとヘビ。あー、来た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 。うん、はい、そしてリングと庭。うん、まず、うん、まずですね、まあ来年の2月以降も、まあ、2月が、まあ、このね、太陽とワンちゃんというカードが出てるので、もうあの、まあ、無事誕生日を迎えられて、そのままこう引き続き天皇陛下でこういらっしゃるんだろうなっていう、こう強い、なんかこうご来光というか、もう本当お天道様がとにかくすごく見守ってくれてるっていうのはものすごく感じるんですよね。で感じるし、なんか来年の3月何かが新体制になるのかなって感じがする。何かが変わる、これがこう、まあこの天皇陛下がこう何か強い、ね、政治的介入はしないと思うんだけど、なんかこう一声みたいな、なんかそういうものがあるような気がするんですよね。うん、あるような気がするな。こう力を持つというか、パワーを持つというか、そういうものが出ています。そして、まあ、4月に、まあこう雅子様に、ね、皇后雅子様に何かこう連絡が届くのか、もしくは皇后雅子様から何か発信するのかとか、うん、これがまあ天皇陛下との間のこのやり取りっていうことも考えられます。うん、ラブレターとかね、うん、こう なんかこうありそうじゃないですか。ね、この天皇皇后両陛下だったらなんかね、ありそうな気がするという意味で、まあ、2月3月4月はまだいいんですよ。ただ今9月にこの棺桶のカードとキーのカードが出てるから、キーはポジティブな意味ではあるんだけれども、棺桶っていうのがちょっとこう横になるとか、うん、休むとか、そういう意味があるから、もしかしたらね、まあ今9月こうちょっと体調とか大丈夫かなっていう感じがします。うん、そこがちょっと気になる。で気になるのがここの11月に、まあこれがあのキーコとお皿、ダミーのお皿がなんかこう、まあまあ後ろにフロームチーなんとか Q がいるかもしれないんだけど、なんかこうその人たちがなんか企てそうな気がするんですよ。うん、企てるような気がする。でその企てっていうのが、私は来年の4月、うん、なんかね、誕生日の234、あ、ごめんなさい、5月だ、234は大丈夫なんだけど、なんか5月ぐらいからなんか偽の発表とかね、フェイクニュースとか、なんかそういうものを流していくの、もしかしてみたいな。そして6月がなかなかこう天皇陛下の声が届かないとか、なんかこう真実の声がなかなか聞こえないとか、そういう状態にななんかこう鳴らされるのが嫌だなっていうふうに思いました。ただ、うん、
ここね、もしかしたらこれが英宮だったらどうしようかと思ったんだけど、まあ、どう考えてもやっぱりこれは天皇陛下だし、雅子様だし、ラブ様だしって思うと、まあいろいろ5月6月あるかもしれないけど、7月にはなんか例えば大丈夫ですとか、例えば元気になりましたとか、なんかこうそういうこう強い、エネルギーが舞い降りるから、ああよかったっていうふうに思ったのが、まあそこがほっとしたところです。で、じゃあここが、まあもちろんこれがね、ラブ様じゃないかもしれないんだけど、まずラブ様が10、11、なんとなくこの秋っていうのがこう気になるかなっていう感じがするんですよね。なんかこうアクシデントとかそういうものが何もなければいいけどなと思って、逆に12月に入ってラブ様に何もなければ大丈夫、でももしかしたらこう秋あたりに、秋あたりに何かこうちょっとこう人質に取るとかじゃないんだけれども、なんかこうそういう意味でこうラブ様をなんていうのかな、なんかこうなんかこう人質じゃないけどね、なんかこうそういうものにしたら嫌だなというふうな、ことが考えられました。なんかね、偽お皿とかキー子とかだったら考えられるじゃない。で、きっと、このね10、11を乗り越えたら12月からはこう安泰のカードが出てるから大丈夫だと思うんだけれども、もう本当、天皇皇后両陛下ラブ様はこの秋10月11月っていうのをこういつも以上に慎重にこう過ごされて、そして12月、そして来年の2月、をなんかこう、こうやっぱり大丈夫だみたいな形で行かれてほしいなと。ただまた来年の春、また4月5月6月あたりにまた何か問題をね、なんか作ってくるんじゃないかなとか、スパイがいるんじゃないかなとか、そういうのがあるので、そういう意味では要注意、とにかくこう女性に気をつけてっていうのが出てるので、まあ、ラブ様もそして皇后雅子様もそうなんだけれども、とにかく用心に用心を重ねるっていうことをお伝えしたいなと思っています。じゃあオンラインサロンの方では令和がどれぐらい続くかというのを見ていきたいと思います。